皆さんは今日帰買える家がありますかあるという方は、少し耳を傾けてください。この数字は何でしょうか ?400 万というのはシリアの難民の数、6000万というのは世界中で紛争や迫害によって住む家を追われた人の数です。 第二次世界大戦以降最悪と言われています今日はこうした状況を少しでも変えるために大きな数字の話ではなくて難民を取り巻く私たち一人一人という身近なところに目を向けていきたいと思っていますさて難民という言葉を知らない人に会うことはほとんどありませんが 難民の置かれている状況をイメージするというのは簡単ではありませんそこで私が出会ったある難民の言葉を手がかりにしたいと思います難民になるというのは朝仕事や学校に出かけた後そのまま二度と帰る家や場所がなくなるようなものなんですとその人は教えてくれました例えば このイベントが終わった後突然二度とカエル家がなくなってしまう、そういう状況に思いをはせるとどうでしょうかそのことに思いをはせると、ほんの少しだけ難民という立場がイメージしやすくなるかもしれません。今言ったこととのよううに私は難民という 遠くにあるぼんやりとした悲しみをどうすれば自分たちの身近なこととして引き寄せることができるのかということをテーマに活動しています今日は私が2004年から作っている難民ナウというラジオ番組について話しますはじめに少しどういう番組なのか聞いていただきます日本で難民として暮らしている難民からリスナーへのメッセージという部分です メッセージをお願いいできればと思います、えー、みんなと普通の人間と思うんですよ、誰がもうあの難民になりたいという人はいないと思うんですよね<ー>で、その難民が発生した背景を理解することで、難民自身のことももっと理解することができるんじゃないかなって思うんですよ日本で暮らしている難民の方の声を聞いていただきました。 難民と聞くと背筋を正して真剣な表情で話すべきものそんな気がしませんか私はそう感じていたんですでも難民ナウというのはそのように日常とスイッチを切り替えるのではなくて例えばカフェ学校職場電車の中そういう日常生活の中で難民に思いを馳せ自分にできることを考えてみませんか ということを呼びかける番組ですこの番組は私自身の経験に深く結びついています6歳の頃経済的な事情で家族が離れ離れになってしまいました1年が経ってもうこのままバラバラで生きていくそういうことが決まりそうだった時に母親が迎えに来てくれました 母親は大きな借金を背負って、後には病気にもなったんですけれども、いつも一つの言葉を言っていました。それは、家族でいられる今が一番幸せという言葉です。この言葉は私に家族の絆がどれほど大切なものかということを教えてくれました。それから時間が経って 2003年のある日一枚のチラシがきっかけになって私は難民の勉強会に参加しましたそこで難民になるということが時には家族の離散にもつながるということを知って自分にもできることがしたいと思うようになりました国連難民高等弁務官だった緒方貞子さんの活動から難民問題には持続的な関わりと メディアの役割が重要だと知ってこの2つのキーワードから難民問題を天気予報のように繰り返し伝えるそういう番組を作ることにしました今まで日本で暮らしている難民をはじめとして600人の方にインタビューを行ってきていますそのインタビューを通して日本に暮らしている難民が言葉の壁や 様々な困難に直面していることを知りました今日はその中でも特に私の心に残っている難民のお母さんのある言葉をご紹介します日本に逃れてきた私の人生はもう台無しになってしまいましたでもそれはもう仕方がありませんでもせめて子供だけは十分な教育を受けて 社会に貢献できる人になってほしいそして幸せな人生を送ってほしいそのお母さんはそう願いながら日本語が十分にできないために子どもの宿題を見ることもできないそして難民申請の過程で国籍を持てない子どもがいるということに深く心を痛めておられました難民が直面する困難は本当にさまざまですが このお母さんの声にもあるように子どもの幸せこそ親の幸せにつながると考えればまず子どもの問題に取り組むということが一番の近道ではないかそんなふうに感じていますこのように難民という立場に置かれている方と関わるときに一番大切だと思うのが難民の声から始める とということです私は番組を始めるまで難民はかわいそうな人だと思ってました確かにそういう面もありますでも例えば苦労の末東京大学の大学院を出て日本と出身国のミャンマーの架け橋になるそういう夢を実現するためにビジネスに取り組んでいる人がいます東日本大震災の復興のために チャリティーのファッションショョンを開いていいてる人がいます日本語ができない仲間のために日本語教室を自ら運営している難民もいますこういう人たちとの出会いは私の中にあった難民というイメージを大きく変えるものでしたこれは普段私が活動している人たちとの写真です当たり前のことなんです 当たり前のことなんですが難民という人はいないんです難民という状況に置かれた私たちと何も変わらない普通の人がいるだけだと思うんですでも私たちは難民という言葉に縛られていると思いますその言葉の向こう側にあるその人の名前その人の存在に触れるとその人の 声が聞こえてくると思うんですそうすると難民のやってきた遠い国が友達の大切なふるさとに変わりますふるさとを知ってその人の背景を知ってその人の暮らしが見えてくれば次にパートナーとしての関わりが見えてくると思いますそういった意味においても 日本で暮らしている難民という立場に置かれた人ともっと多くの人が直接出会う機会を作っていきたいそういうふうに思っていますもう一つ活動を通して大切だと思っていることを話します今まで難民ナウに出てくださったすべての人がまず難民問題を知ってほしいというメッセージを残しました 私もそれは本当に大切だと思いますでもそれ以上に知った後どう行動するのかということが問われているんだと思うんですその時にとても簡単でしかも素晴らしい効果のある行動がありますそれは伝えるということです私は12年前にこのチラシを手にしたことで 人生がまたく変わりました誰かがチラシを置くという伝え方をしてくださったおかげでそれが私に伝わったんだと思うんですそれまで難民との関わりはゼロでした今は生活の9割が難民という立場に置かれた人たちとの関わりになっていますどうすれば伝わるのかというとこから見直すと難民問題を伝えるということにはもっともっと多くのことができると思います 一つだけ具体的な取り組みをご紹介します。今、全国の大学生と一緒になって、Share My Heart というアクションに取り組んでいます。これは、自分の一番大切な言葉をアラビア語で書いて、混迷を極めるシリアの人たちに届けようというアクションです。最近になって、シリアから返事が届くようになってきました。思いが 伝わったんんだと思うんですいつ爆弾が落ちてくるか分からないシリアから、友達、そして光、そして平和、そういう言葉が寄せられているのを見て、胸が詰まる思いです。でも、この取り組みが現地の人たちとの小さな励みになっていると聞きました。 皆さんにもぜひこのアクションに参加していただいてシリアの人に思いを伝えてほしいんですそして皆さんの周りの方にこのアクションの存在を伝えてほしいと思います日本は難民に対して冷たい国と言われています昨年は5000人の人が難民申請をして認定されたのは11人でしたでも私は日本が冷たいというのはただ 受けけ入れ数が少なないと思いいいとととうこだでは思ます私は、砂漠で水を求めるように、日本の中で友達を求めていた。これは25年間、難民として日本で暮らしてきた方の言葉です。私たち一人一人が難民に対して冷たいのではないかと問われているんだと思います。私は決して多くの人が 難民に対して冷たいいとは思いませんでも私たちは難民問題のことを知ってこのままではいけない放っておけない何かしたいそう思っても忙しい暮らしの中でそうした気持ちを簡単に忘れてしまいがちですだからこそ遠くのぼんやりとした悲しみである難民問題を繰り返し伝え続けるということが大切なんだと思うんです 伝えるということには価値がありますが伝え続けるということにはもっと大きな本質的な価値があると思っています声を上げ続けるといつかどこかで誰かの人生を変えてそれが難民問題に大きな変化をもたらすと確信しています一緒に難民問題に目を向けて知ったことを 大切な周りの人に伝え続けていきましょう今日帰る家がある人にはそれが求められていると思いますどうもありがとうございました